よ、ポンコツシンジさんたち、天神琴音だー、よっしゃい、あウィーウィーということで、じゃこの前ね、歌の放送をですね、やったんですけど、そしたらですね、なんと、思ったよりもね、うちに中国のポンコツシンジさんたちがいるということを、が、わかったんですよ。そう、なんかね、めちゃめちゃいろんな人が見てくれたらしくてね。で、なんかあと17ライブのですね、イベントにうち出たんですけど、その時にですね、なんと台湾のですね、新聞に大きくね、一面で載ってたらしいんですよ、この顔が。もう、暑苦しいっていうことでですね。そう、この顔が載ったということで、もう、ということはですよ、うちは、もしかして、アジア圏に進出できるのではないかと思いまして、今回は、中国語を読んでその意味を当ててみたという企画に挑戦していきたいと思います。サクッとね、もうポコッと当てていきたいと思います。それでは本編スタート。第1番熊猫と書きまして、これはもうわかるでしょみんな。シャンシャンでしょ、シャンシャン。パンダですよ。ほら見ろ、第2問わかった、アマゾンや。違う、楽天。なんで楽祭天守閣みたいな。何、楽天、楽天ごろも分からへん。楽天院、えぽいやつ、初音ミクタンっぽいやつ。知らんよそんなん。うちの選手はミクタンとリンタンです。人気なのにって新刊が言ってるけど、勉強します。第3問は、虚偽戦藩主、虚偽戦藩主、え、わからん、ヒントください。どんどんね、もうキャラブレして声が低くなってくんですよ、こういうのは。なんて、ハンス、ヒント、もう全然分からへん。え、伊藤のいじえ、わかんない、ごめんのおじ先生、ごめん、呼び捨てしちゃった。え、競技戦ポンコツ信者。答えは、へえ。第4問、大地、大都市、こんばんはみたいな。夜ご飯は美味しいねみたいな、そういうことですか。こんばんは、こんばんは、とっても分からない。全然分からないわ。ケンタッキーか、こんばんはケンタッキーにしようみたいな。で、なんなん。知らんがな、どんかつ。中央語に直さないでください。あ、これで終わり。しょうもな、もうなんなん、ちょっと締められへんやん、こんなんじゃ。もっと最後にさ、パンダとか持ってきいや。なんでそんなオチのない終わり方させるん。これだからあかんで。なんかもう一個やってよ、なんか。なんかもう一個ないの。コグマネコって何や。え、コグマネコ、パンダはクマネコ、コグマネコ、タレパンダ。何、コグマネコ、イリオモテヤマネコ。え、コグマネコやろ。わかった、クマのプーさんや。今日はなんか思ってたんと違う日かもしれん。で、何やったんやろな、コグマネコ。もう答え聞かずに終わっとくか。なんかもうめんどくさいし。コグマネコはレッサーパンダらしいですけど、いや、そんな。パンダってついたら絶対パンダなんか。へぇー。じゃあタレパンダは？じゃあタレパンダ調べて終わろうか、じゃあ。タレパンダ、中国語。タレパンダ。タレパンダでした。ありがとう。
タレパンダ、バイバイ、バイバイ。